吉田さん、ウクライナの視聴者さんからメッセージがありまして、ちょっとやり取りさせてもらったんですけども、まさにウクライナは 2,3 週間前まであなたの住んでる日本と東京と広島と同じように暮らしてましたよ。そしてなんとなく満たされない日々を送っていて、明日やろう、来週やろう、来年やろうみたいな考えでいた。正直そうだって言ってました。でも今はこんな状況になってしまって、電気が止まったりね、インターネットがすごく回線が遅くなったり、時に止まったりで、ドンパチ聞こえたりとかして、あの時が最後のチャンスだったんだなと。だから日本に住んでる皆さん、今日をしっかり生きた方がいいですよと。私たちは明日がもしかしたら来ないかもしれない。だから家族のつながりを、愛するべき人とかをね、本当に確かめて、許せるものなら全ての人に許しよう、ね、なんかいがみ合った人とも、ごめんなさいして、本当にもうちょっと早く素直になっときゃよかったねみたいな感じで和解してるみたいですね。まさに戦争が起きるとそういうことなんだろうなと思います。で、戦争といえばね、やっぱりイコールでつながるものはこっちではお金っていうことに寂しいことながらなるんですよ。だって戦争してる裏では経済制裁してるわけでしょ。つまりはお金を引き上げるから戦争をやめろって言ってるわけですよ。戦争ですらお金で物を言う、地獄の沙汰も金次第なのかなと思いますよね。そしてですね、蛍の墓っていうストーリーですけども、あれはね、あのお兄ちゃんと聖太さんでしたっけね、お兄ちゃんと節子さんっていう兄弟の物語ですけども、確かお兄ちゃんはね、あの士官の息子で結構な家族としての待遇もいいはずなんですよ。で、何がしかの恩給ももらえてて結構裕福なんですよね。でも親戚の家だかなんだかに身を寄せるのをなんかすごく違和感を感じてね、節子を連れて無理やり出ちゃうんですよね。で、そうなると配給も得れないし、隣組にも入れないから連絡網も来ないしって感じで、いきなり干上がるんですよね。で、軍から支給されたお金とかも足元見られてね、なかなかうまくいかないし、もちろん家族に身を寄せて、親戚に身を寄せて、隣組っていうのに入って一定の義務を果たしていればよかったわけなんですけども、高級士官の息子っていうね、プライドがどうしてもそれをさせなかったんでしょうね。自分は隣組の労働もしないし、士官の息子だから学校にも行かないしみたいな感じで意地を張って、で、おばさんがね、出ても何もできないよと、一緒にいなさいやっていうのも我慢できずに出てしまったと。で、その結果自分の持たされていた財産をね、ずっと切り崩して、でお金がなくなって妹さんが死んでしまったってストーリーですけども、母ちゃん電話かかってきました、ね、ちょっと待ってくださいね。